これ家事手伝いして、で、いや、2、3行ってもいいぐらいちゃう？ 3 行ってもいいよな。家事サック、そうやな。家事サック1回、それ1回さ、3家事サックで見ていい？ 3 家事サック、どう動くか。これ、そんな、でも、バカバカなってことないやろ。起きらせが、めっちゃ上がるのよ。ねえ、お父さん。気力が充実してきたっていう感じ？とってもいいことだよね。そうやね、これやろ、24やろ、25、26、27、いやこれ10上がるから、うわー最初に気づいてりゃ。大事はやっぱ魅力と気品を上げた上での気立てやってんな。うわ気づいた頃にはもう時すでにやんけ、これあと2年やろ。うわーもったいないことしたな。まあ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 って感じやな。ストレスは一回行けば治るけど、あと2年で挽回はきつい。今1月やから、ちょっとムーブ考えよう。これ大食い行かなあかんって、絶対大食い行って、いや大食いどこのタイミングで、俺誕生日大食い行きたいねん絶対。だからカジ大食い行く。カジ大食い、これ誕生日な、ここ誕生日、カジカジ大食いで、これで誕生日に一応大食いはいける。で大食いに行った時のなんかこうイベントが起こればなおよし。ちまちまこれ食べていこう。いやでも木立てもモラルも上がってるから、ここ150150になるのでかない、ほら一緒やもん。なるわ、なる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 。で次大食い。いや正直お嬢様はこんなに家事がお上手だとは、ごましても何も出ないわようだ。うわー最初から家事手伝いやってたよかったな。せっかく大食いに来たのにお掃除なんてつまんないわね。赤普通にしょった、普通にしょる。赤キーンが違うか。刺繍やってみよう、ちょ一回何が上がるか見てみよう。前から新しい刺繍が欲しかったってほら誰かに言うてるわ。これ表紙も売るわね。圧力センス、あーはいはい、そっちね。やってるけどな仕事。うん、お前が掃除する前の方が綺麗だった気がするな。そんなことある？そんなことあろうことか。けどこいつ何キロだった？ 54 か。いや50、お前146やねんで。146で83、58、82やねん。え、わ、そんなに？ここもっと高ない？普通モデルさんでも。と思うねんけどな。ここが低すぎるんかな、逆に言うと。そういう境遇に生まれし者なんかな、やっぱ。ベジータのせがれってことで。魚にしては大きい方よ、それ。魚にしたらな。あ、だいぶ上がってるわ。オッケー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 。いい。いや、ここ大事っていうのは今、初めてやな。この木立てが大事。気立てと気力が意外と大事やったっていうのはアルバイト前提で考えなあかん物事を。次はこれでまあもう安牌の160やな、160超え。もう絶対申し分ないはず。もうこっから大食うムーブやで、ほんまに本気のガチ大食うだけ。養育費や、あ、ナイスナイスナイス。うわマジ菅さんに感謝、ありがとうございます。菅さん行きますか、あの大食うムーブに。これクリスマ、あ、クリア、なるほど。クリスマスあるね。クリスマスはあるよ。あ、行ってます行ってます。クリスマス大食いムーブしてます僕。よし、いやワンチャン頼む。マジでクリスマスに告白ってことない？で付き合って1年電撃入籍みたいなことないやろうか。美しい響きだわ。仕事してますよねうちの子。役に立たん娘だな、はっきり嫌われてるやん。いやなんかでも来た。ふう、やれやれ疲れた。いやお嬢さん今日もお掃除かい？あらこの前の人ね。あ、覚えていてくれたのかい？だってあんた変な人ですもの。変な人か。王宮には王子様がいると思ってたのに変な人しかいないのね。王子なんていざ会ってみるとつまらない男かもしれないよ。
そんなことないわ。私、王子様と結婚するのが夢なんだから。王子が聞いたら喜ぶだろうな。本当？あなた、王子様と知り合いなの？いや、単なる想像さ。なんだ、期待して損しちゃった。帰ろ。面白い子だな。来ました面白い女ムーブ、お前が掃除する前の方が綺麗だった気がするな。ずっと嫌味言われてますので裏で。面白い女ルートで行くとすると、次いつ考えられる？今16です。末広がりの8月8日にってありへん？僕もパパにならせてくれないかっていうルートで。いやこれマジで一発逆転考えられて、全然あんなもうコンテストな関係あらへんねんって。むしろ服用が好きなんやってきっと。いやここででも体重のせいで落とすのはなしやな。俺体重がそこで絡んでやったらちょっときついな。いやもう大食うやろ、いやもう大食うやろ、分からへんもんだって。いつ大食う絡みが来るか。あ、まあそうか、今バカンス安いんか。あ、今バカンスありありあり、全然あり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 っていうか、なんか上がるやろバカンスって。これはゼロになるけど、なんか確かにスタミナあたりが上がったはずやね。で金持ってても車内から、あー断食ありやな。88の大食うは絶対入れといて、88とちょ待って、さっき123クリスマスの大食うと年始の大食う入れるわ。これだけ行こう行こう。鉱山ダイエット法はあかんかったんや。いやでも俺マジで鉱山ムーブしたいな。一回でガゼン鉱山だけで武勇行ってっていう感じで優しく。行ってらっしゃい。あ、バカンスか。これでセンスと気力が上がって、これな、バカンスちょっとな、ちょくちょく挟まなあかんわ。気立て下がんのよな。そうやね、気立て下がんのよな。で気立てちょっと上がるやろ。あかん、気立て下がったわ。え、これ2で済む2ダウンで済む。済まへんな、2ダウンで済む。うわーもう、うわ2キロしか減らへんもん。いやまずいな。いや俺な、俺の思うとこやで、これ500ちゃう、これ多分あれ、あの引き金三カジサック行く。1回三カジサックでちょうど乗るか乗らんかぐらいちゃう。乗らんかな。あー自由行動が出ぶるんか。ここバカン入れる。バカン、春バカン、夏バカンか。夏バカンや、みんな大好き夏バカンやから、夏バカン魅力上がるわ。あ、そや、夏バカン魅力上がるわ確か。いやこれマジラスト1年頑張ろう。ここ、これ乗ったね、乗った、これ乗った。ありがたいことにおかげさまで乗りました。150気立て乗りまして、気力も300のお題乗りそう。ほんで一番気になるのはこの次のバカンで、バカン行った、あ魅力だけか、魅力500乗った、魅力500乗ったね。お父さん私って綺麗？お父さん私プリンセスになれると思う？ん？無視しなくていいね、絶対なれるよ、絶対なれるさ、頑張ろうよ、みんな期待してんだから。あと気品やって、絶対あと気品、ここ上げようぜ。もうあと大食うやって、もうこれ1500いったらもう終わりやからな。次のもうここまで大食うでいい、もうここまで大食うでよくない？これで500乗った時俺なんか巻き起こると思う、乗ると思う。この4回で一回見るわ、これマジでいくと思う。7、8、9、10やろ、あと20、2ずつ上がる、4上がるな、1回で4上がるわ、あと4か。おっ、やあお嬢さん、また会ったね。まお久しぶりね。君の笑顔が見れて嬉しいよ。やだ口がうまいのね。でも私は王子様一筋なんだから。王子が羨ましいね。でもあなたもいい人っぽいから第二候補にしといてあげる。キープ君ってやつ、王子に焼けちゃうね。王子様と比べるのは無理があるわよ。全く面白い女だ。面白い女ルートからの500乗りました。ねえお父さん、プリンセスになるには身分や財産よりも高い気品が必要なんだって。私は大丈夫かしら。もし私が王子様と結婚したら嬉しい？そうなったら
我が家も再興できるわよね。私何も家のために結婚したいわけじゃないけど、私がプリンセスになることでお父さんも喜ぶなら嬉しいわ。ストレス減った、トレス減って500の、あー早いか、あ誕生日映えや、誕生日映え、ここはもう何そんなもう物違うんちゃうかな、スマイルやんな、ここはスマイル、商人こうへん、ちなみに金ないとこうへんね、多分あれ、俺もそれ思ったんよ。結構疲れると思いますよ。で何も上がる、あ気立てや、モラルと気立てと信頼な、これ序盤それでもいいかもな。うわこれ王子様やったら最悪のムーブやけどな、最悪のあり得るで、でも実はあいつ王子、ラスト1年になりましたか。いやもうこれマジクリスマスサプライズしか考えられへんな。あと4ヶ月、あと4ヶ月どうすると言いますことで、本日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。よろしければね、ゲームの動画とかね、生放送とかそちらでお会いしましょう。それでは皆様、本日の一日お疲れ様でした。